前回までのアイドル・ドルロワイド・ラクーン・シティ・ラディオさあ今夜も始まりましたラクーン・シティ・レディオお相手はいつもと同様 t j ゾンビですさあ今日もリスナーからのお便り紹介させていただきたいと思いますラジオネーム永遠のシカバネ・シャインさんよりいただきましたありがとうございます t j ゾンビさんこんばんははいこんばんはいつも楽しく聞いております 私は某小売業で働く中堅社畜ゾンビです先日疲れすぎて地下鉄で立ったまま寝てしまいました電車のドアが開いた瞬間ビクッと起きて乗り込んできた乗客にいらっしゃいませと笑顔で挨拶してしまいました墓穴があったら入りたかったです DJ ゾンビさんはこんなエピソードありますかということでいただきましたありがとうございますまあこれ社畜ゾンビっていうか社畜だよね そうだね、俺はそんなやっぱりそういうミスはないんだけどもまあ、俺の知り合いで異世界でアナウンサーやってるやつがいて彼がね、まあ、仕事のね合間でおしゃれな街のおしゃれなコーヒーショップで仕事してたわけよカタカタパソコンででまあね夕方時で街の中心地だからまあサラリーマンもいるしそれこそ JK もいるしまあ、いろんな人がねいてほぼ満席の中でふとねその Bluetooth のイヤホンの電池が切れちゃったんだよね そしたら聞いてたアイドルの音楽が爆音で店内に流れてまたねタイミングのいいことに「僕は嫌だ!」っつってねみんな俺のこと見たよねっつってねそんな恥ずかしいエピソード教えてくれたからねイヤホンのい電池切れた時は音楽止めてほしいよねあれはマジで危ねえからさあそんな恥ずかしい思いをした2人にはこちらの曲をお送りしましょう「しかばボーイズで」でボケから出てきた俺たちに逃げ場はない さあ、この番組ではバイオハザードのアナウンサーがガチで実況すれば怖くない説を検証するため、私、元朝日放送アナウンサーの平山康介が恐怖を感じた場面で、炙りカルビ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 、余裕。回数言いながらわかんなくなったからちょっと多めに言っときました。 繰り返し言うやつは得意ですね。なんかその気の必殺技とか言って中二病っぽいこと言ってたんですけど、なんか自分の中ではもう一回言い始めたら、まあ二三回ぐらい普通に意識して言ったら、あとはなんかもうなんだろう、なんか脳の電源を切るというか、何にも考えずにもう呪文のように唱えるパターン。考えるとね、やっぱこういうのってゲシタルト崩壊気味に炙りかぶりになっちゃったりとか、そういう風になるので。まあということで今日も元気よくバイオハザード RE2 プレイしていきたいと思います。 いよいよね、佳境に入ってきまして、もうそろそろ終わりが見えてきたかなというところに来ています。で昨日の時間の続きになっているので、えー、まだ見てない方は昨日の第19話ご覧になってから見てください。で昨日何度かね、整形失敗野郎を振り払いまして、でこの、えー、っとプラグをね、チェスのクイーンとかキングとか、えー、チェスの駒を模した電子プラグを刺したり抜いたりして、まあ、ドアを開けて進んでいくんですけれども、 これがね、ちょっとややこしいような形になってますね。今、現状刺して開いていて、これをだから抜くとここが閉まって、飛び降りて裏側に行ける。でこれで一本なん、なんていうの余裕を持って、ああ、ドンビった。でこういったちょっと謎解きに邪魔なんで、もう格察しておきました。んで、これを持って、奥の、 あちょっとこれ取って、で、あの、プレイしたいゲーム、ちょっと考えてたんですけど、あの、おとといぐらいに、マインクラフトダンジョンズっていうゲームが出て、僕、マインクラフトシリーズずっとやりたいなと思ってたんですけど、やってなかったんですよ。ちょっとホラーゲームじゃないんですけど、マインクラフトダンジョンズは、まあ、配信で軽めだと思うので、ちょっとやりたいなって今、思ってますね。今、一番ちょっとやりたいゲームはマインクラフトダンジョンズ。なんか、そんな時間もかかんないみたいなで、マインクラフトって、ね、あの、なんていうの あのポリゴンのブロックみたいなあのグラフィックはちょっと昔っぽいゲームなんですけどなんか自由な世界を自分たちで作れてディズニーランドる、ね、丸々再現したりする人たちがいるようなゲームなんですけど今回はなんかそのダンジョンズでダンジョンの中で戦って装備を。 固めてていいってみたいなで4人の協力プレイができるみたいな感じらしいので、まあ、配信なんでなんか視聴者の方と一緒に冒険してもいいかな。で、私が雑談してる時は他の3人のまあ、4人1つのパーティーなんで、3人の視聴者の方が戦って、私の雑談、私は止まって雑談してるんで、それをカバーしてくれるっていう、そういうちょっとヒメプ的なのをしようかなと考えてますね。でこれ今プラグ2本ともひ 持って帰れる状況になって外に出られたんですけど奥にあるアイテムというか武器を取るのを忘れ完全に忘れてたんでこれこの奥にね見えると思うんですけど火炎放射器があるんですよねこの右にでこれを取らなきゃいけなくてもう最悪ですねこれだから要はその2本プラグを持ち帰りつつ出口に出つつっていう結構めんどくさい謎解きというかパズルをしなきゃいけなくて いつもねなんかボタン適当に押して何通りあるから全部試せみたいな感じで謎解きしてる罰が来ましたねこれちゃんと考えないと全然ダメっすねちょっとこれは恒例のアナウンサー裏話その6やらざるを得ないですね 昨日入社して新人のアナウンス研修がありますよっていうのまでお伝えしたと思います、まあ、普通の,、ね、あの会社に入っても新人研修ってあると思うんですけど我々の場合はまあアナウンサーとしての技術的なことを学ぶっていうので、まあ、プラスアルファで4月1日に入社したら6月1日ぐらいまで、まあ、トータルで2ヶ月ぐらい研修を受けることになるんですけれども、まあ、やることは本当に皆さんの想像通りで。 まあ、たまにテレビでもちょっとねなんか短めのドキュメンタリーみたいので何々誰々アナウンサーがデビューまでの道のりみたいなのって見たことある方もいると思うんですけども本当に想像通りウイロウリそれこそこの前ね拙者親方と申すわっていうのをやったりとかあとはもう本当にアイウうオおオおお,おえウイエアみたいなのひたすら全部言ってああ平岩さんはこのなんだろうな例えば歯とか は行の音が弱いですねとか、なが出ませんねとか、だが出ませんねとか、そういうことをもう本当に緻密に全部やっていって、あの口の形はその時はこうですよ、下の位置はこうですよ、まあそういう本当に、まあ、技術的なメカニックなことから、あとはソフト的な何をしゃべるかですよね、まあ、ニュースを読む時はこうですよとか、実況とはこういうものですよ、リポートは、現場リポート行ったらこんなことに目を配って喋ってくださいねとか。 まあ、あと放送で喋るときはこういうことに気をつけてくださいとか、まあ、こういう表現は避けてくださいとか、もちろん放送禁止用語っていうのも学びますし、まあ、あれ、その法律で放送禁止用語って決まってるわけじゃなくて、各々のテレビ局が、まあ、実まあ、それこそ実習規制というか、自分たちでこれは人を傷つけてしまう可能性があるので言わないようにしましょうねっていう表現があったりとか、そんなことを本当に一日中、しかもすごい大きな声でやれって言われるので、 結構厳しいんですよねその先生達も先輩もちろん先輩のアナウンサーたちがやるんですけどあの結構年配の方達が我々の時は講師だったので他の同期と一緒に受けるんですけどねでプレゼンルームというほんと完全防音の周りのなんかほんとシンっていう音が聞こえるようなもう何にも何の音もしないんですよそこでねネチネチ怒られたりもしますしお前はダメだみたいなこと言われて来たようやく火炎放射器化学燃料火炎この燃料ですね前回手に入れたのは 警察署の引き出しかなんかに入ってた。で、これでここが開くので、プラグを持って出ることができるってことですね。これ閉めちゃってもいいので、ここをまず閉め、んあー、ち、えちょっと待って。まあ、ちょっとしばらく、あの、いろいろ試行錯誤します。で、そう、新人研修ですね。まぁ、あ、なんかそのやっぱりアナウンサーとしての心構えとか、多分その時に、あもちろん技術は見られてるんですけど、そのなんか、 テンパらないかとかパニックにならないかとかいざというときすべて投げ出して逃げないかとかなんかそういう精神力を見られてる気はすごいしましたねだからその,あの結構厳しいんですよね言われる言葉とかもで先生がなんか途中でもうお前らはダメだとか言われて先生がそのアナウンス部に帰っちゃってそれを僕らがなんか頭下げてもう一回教えてくださいとか言って謝りに行って先生を連れ戻すみたいな中学生かよっていうね そんなこともやらされ,やらされたというかまあ我々は悪いんですけどやったりとかあやっぱねそのぐらいの精神力がないとね務まらないっちゃ務まらないんですよねあの別に我々タレントでもないし皆さんこんにちはとか言って出てったらマジで3人ぐらいしかお客さんいないステージとかありましたからね出演者5人ぐらいいるのにそれこそね地下アイドルの皆さんがやってるようなそんなのもありましたよねなんかでもそれでもやっぱり全力尽くさなきゃいけないしもちろん来てくれてる3人のためにね でやっぱりそこでサボ,サボってるのを見られるっていうよりはなだろうなそこで手抜くわけにもいかないし、まあ、逆にね、なんかもう本当に一番多くのお客さん見えないようなところとかまあそれこそ甲子園なんてね4万4000人いる中で実況しなきゃいけないのであれちょっと待ってこれドブアイドルドブドルが声はするけど出てこないこれ正面に出てきたしかも後ろからやっぱ来てた声が聞こえたんですねこれちょっと一旦引きましょう挟まれるともうこれ本当にどうしようもないんで ちょっと倒すべきなのか迷いますけどこれ右側いけないんで、まあ、1月になっているときに倒すのはちょっとありかもしれないですねさあ苦しい勝負にはなりそうだが1回上がってやり過ごすこともできます、まあ、フォロワーもね投げてきて遠隔攻撃してきたりするので1人だとね倒,れ倒れる攻撃を誘発させてその間に抜けることができるんですけどちょっ2人囲まれてるんで今ちょっと沈んだんでこのままこれ抜けきれないやっぱりこれは抜けきれない となればドットサイトとそしてロングバレルを装備した俺のカスタムマグナムで総合筋肩甲骨のあたりについた目玉を打ち抜いてやろうと思いますただここは小さなお手手の横をすり抜けるここで距離が稼げれば挟まれる前にもう一体も倒せるかいやこれはもう一体との遭遇はなさそうです勝ちました勝利しましたさあこれでしっかりプラグをすべて取りましたのでエイダー助けに行けるでしょうか いや出てきたもう1体今度は泳ぐようにして初めて見せる動き急に接近してきました沈んでまた浮かんでくるこれはもうこの距離後ろから来られても困るので惜しみなくマグナムを打っていきましょう一旦切るんだのでもうここは横を抜けていきますあとこっちではない降りてはしごんとか間に合いますいや結構ね体力も高いし、まあ、いろんな攻撃パターンがあるのでね1体ならまあなんとか 対応でできるんですけれども複数体来るとねなかなか対応できないのでちょっとね厳しい戦いあこれ上は開いてないですねこれオリキがひしゃげたとこですね戻りますオリキそういえば全然出てこないですねあれからあれ最後エイターがあのー、落ちて刺される前にあいましたけどあれから出てこの警察庁戻ってもね足音すら聞こえなかったのでまあ、最後の方にもちろん出てくるとは思うんですけどなんかオリキがいないとねそれはそれで 寂しいといとうかでなんかあのコメントにもありましたけどオリキは追っかけに力を入れてマナーがマナーはしっかりしていてやらかしがこう危ない行為をしたりするあの追っかけだっていう風に解説もいただきましたねで私もなんか失礼あったらいけないなと思って調べたんですけど、まあ、やっぱファンの中のアイドルファンの中での定義なのでなんかいろいろもう書かれてるところによってめちゃくちゃだったんで、まあ、今回はねネタとして「タイランとはオリキとしてね、まあ、追っかけに力入れてるとして。 やらせていただければなと思いますさあこれでねプラグ全部揃いましたので、えー、次回はいよいよこのプラグは全部刺して謎を解いておそらく女性マネージャーが倒れてる部屋に行けると思いますちょっと今日ねあの全然昨日寝,れ寝られてなくてちょっとプラグの抜き差しはねグダグダになってしまって申し訳なかったです頭が全然動いてませんでした引き続きどうかお付き合いいただければと思います よろしければチャンネル登録とグッドボタンのほど何卒よろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょうここまで実況平岩康介でした